きっと何者にもなれないお前たちに告げる。え、あれ、あれ、ピングドラムを手に入れるのだ。何言ってるんだよひまり。妹ではない、わらわはお前たちの運命の至る場所から来た。帽子だ。え、あの帽子がひまりを操ってるんだ。そんな、あれは水族館で買ったおもちゃだよ。今この娘はわらわの力で一時的に余命を延ばしている。しかしこの世に無償のものなどない。その命の代償いただくぞ。待てよ、代償とかっておかしくねえ。生存戦略しましょうか。